はい、というわけで だいぶね進みまして、ショコラさんも、はい、第2の村の中盤に差し掛かってます。まもなく第2夜が始まろうとしています。はい、こっちから来ますよね。そうですね、はい、吉郎を襲いに来る異国が、どんな異国がやってくるでしょうか。はい、まあ、結構ねこう今陣形はバッチリなんで、 おっと出てきたのは新しい異国、一晩の登場だ。手ですね。ねえ、でもなんかクラゲのような、あ、すごいゆっくりふわふわと、かわいい。ソマビトはおりゃ、あ、でも倒してくれるぞ。うん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 、うん、下の方にも来てくれるのかな。あ、いっぱい来てる、いっぱい来てる。あ、当たらない、大丈夫か。あ、倒してくれるな。案外やれる、いけなくもないけど。ただ、まあ、チュートリアルが出ましたからね。いっぱい来ますもんね。はい、で、こちらですね。 あ、いっぱい来た、いっぱい来た。すごい来る、これまずいですよ。すごい来る、さすがにまずい。待って、村人を転職することもできるんですよ、実は。転職リアルタイムで、今、村人のところに行きましょう。かわいい。で、弓取り、こちらね、弓取り、第一の村ではなかった職業になりますが、増えました。転職させましょう。遠距離攻撃ね。はい、これで撃ち落としてもらいましょう。そう、ただ弓取りは近距離は弱いので、ちょっと配置を変えましょう。あ、そっか、待って、弓取りをちょっと安全な位置、少し離れた位置からね送らせたいですね。そうですね、この弓取りのこの緑の範囲が、あ、いい位置ですね、多分そういうところで上の方から打たせるのもいいし、ただ緑の範囲が攻撃なので、少し後ろ気味に置くとかもいいかもしれないですね。こういうことか。で、ここだ、そうですね、そんなところとか、あ、いいですね、ここにしよう。いきますか。はい、夜の戦闘中もですね、結晶を消費して職業の選択を、することが可能です。で、さらにですね、あの戦闘の、この配置もですね、夜の間に変更できますので、吉郎、はい、今まさにこの飛行してくる一晩に対しては弓取りが有効になっておりますので、あれ、はい、もう一人ぐらい行ってる、そうですね、職業を変更してもいいですね。あ、そうですね、もう一人増やそう。で、場所を、あ、いいか、ここで場所変えた。そうですね、じゃあちょっとここでやってみますか。やばいやばいやばい。ただそうですね、別ルートから入ってきた異国たちが、じゃあ私こっちに、うんうんうん、村人のね、せっかく弓取りもね、いっぱいを配置したんで、そのすごい量来ますね、やっぱり。いや、これどうする、どうする。できるだけ、そうですね、やっぱ村人と一緒に戦ったら状況も見えるし、自分も連携取りやすいんじゃないでしょうか。はい、村人と一緒にね、ね。言ってることと今画面の絵がだいぶ違いますけど。はい、3日目突入ということで、2日目の夜をしのぎ切りました。お見事。さあ、ここに壊れている何かがあって、修理を依頼するということが出てますが、さあ、ごいさん、こちら一体何なんでしょうか。はい、この村に配置された仕掛けはですね、うまく活用すると異国との戦いを有利に進めることができます。ここでは一旦修理を依頼してみましょう。はい、はいはい。で、この障壁はですね、一定時間、異国の進行を阻んでくれるものになりますので、大事、はい、これを盾にして戦うと有利に進めることができます。さあ、じゃあちょっと時間を送っていただいて、LB で、はいはい、じゃあここから早送りいきましょう。 LB プラス Y で早送り、 LB プラス Y。 さあ、3日目の夜、てて完成障壁、綺麗綺麗、すごい。え、なんか花も咲いて、あ、あ、吉郎が綺麗ですね。いた、下や、やってきた。あ、来た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 、追いつけ。はい、私が前線を行く。うんうん、ただ上を、もう来てる、もう来てる。上を越えていくやつは、さ、弓取りがしっかりと。大丈夫ね、大丈夫ね。あ、ショコラさん、今回かなり完全防御配置ですね。いいですね。私が前線を、たくさん来ますね。そうですね、これまだ2面なんですよ ね。この後どうなっていくんだろう、どうなっていくんだ。よいしょい、ほらほら、このように様々な特性の異国が出現しますので、はい、夜の間もですね、職業や配置はどんどん変えることができますので、状況に応じてぜひ村人の配置や職業を変更してですね、采配を振るっていただければと思います。まずい、障壁が破壊されたぞ。え、あ、ほんならなくなってる。あ、破壊されちゃうんだ。かなり乱戦になってますが、主権者がしっかり動きを止めてくれる。あ、す
ごい弓取りいいですね、うんうん、弓取りはい合ってます。弓取りあーただ家門左の弓取りはかなりダメージを受けてるが大丈夫か。ほんとだ家門さん家門回復してあげますか。そうですね。B の B の X X で回復はい OK、はい、村人の体力にもね気を配っていきたいですね。うん、さあこれで3日目の夜をしのぎ切りました。これでたまった結晶で霊道を引きましょう、はい、さあ届くか。届きそうな気がする。あ届いた。さあこの青いねはい青いエフェクトが出ているので、うん、この日のうちに吉郎がたどり着くと、はい、さあじゃあこの門を鳥居を浄化しちゃいましょうか、はい、時間を早送り早送り、はい、早送り吉郎がやってきました、うんうん、さあというわけで払っていきましょう。ホールドでまたみんなで踊ってってことか。お踊りだした。およいしょ。村人の職業によって装備も違いますよね。着てる服とかも職業が増えたんで鮮やか、うん、あしかもさっきよりもステージが鮮やか変わりましたね、はい、すごい。わあ。さあ実はこの国津神、はい、ボス戦もあるということで。ボス、はい、ここからショコラさんにボス戦チャレンジしていただきましょう、はい、ではまずは吉野のところにで、用意してくれた結晶を入手しましょう。はい結晶を入手。お200すごいいっぱい。あ食料もそっか回復できるんですもんね。そうですね。さあ現在右上に結晶338、はい、何人いるんだ。4人。4人いますからね。4人いるけど338しかないので。そうだちょっとこれねやりくりしないといけませんよ。これこの選択、まあ、近接、はい、この量だと、近接のこのソマビトですかね。ソマビト、はい、ソマビト3人と修験者1人がちょうどになりそうですね。そっか奥へ進む。さあボス戦スタート。緊張する。おーイベント入る。さあ地響きとともに何が出てくるか。うわー思ったよりいかついの来た序盤のはずなのに。これはショコラさんでも可愛いではない怖いこれは立派なボスですね。これはうわガキ入道の登場だ。ガキ入道さんうわこれはボスパうわータンマ一旦陣形式怖いで配置しましょう。はいで吉郎さんを守るんですよね。そうですね。さあショコラさん、はい、左下見ていただくと、はい、今までにはなかった防衛と突撃という UI が出てきてるんですか。はい、これ何なんでしょうね。ちょっとご一さんにお話伺ってみたいと思うんですが、はい、はい、ボス戦ではですね通常通りに村人を、移動指示できるほかに、防衛と突撃という指示を出すことができます。はい、防衛を選ぶと、村人がですね吉郎の周りに集まって吉郎を守るような動きを取ってくれます、うんうん、で突撃を選択すると一斉に攻撃してくれるので、はい、ちょうどチャンスが来たらこちらの方からナビゲートさせていただければと思いますので、まずはそうですね村人を移動させてみてください。やっちゃいましょうか。ってことはいちいちその全部配置しなくてもボス戦では、うんうん、一気に指示が出せるってことですよね。 ありがたい。突撃しましょうよせっかくだし。突撃はい、けー私も行くよ攻撃できてんのかな。あ、できてる。全員での一斉攻撃ちょっと怖いおあすごい修験者が相手を遅らせる。修験者ナイス。お体力はかなり多いぞ。あ号令防衛出ましたね。先ほどゴイさんがおっしゃっていました。はい今が守る時です。はい今ですね鳥居の中からガキが大量に出現しております。子分たちが、はいで自分はですねこちらのガキ入道と戦いながら、村人たちに吉郎を守ってもらうことができるのでぜひ防衛指示使ってみてください。はい、じゃああ防衛防衛いけー一気にみんなが走っていく。ちょっとちょっと怖い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 。そしてショコラさんは戦うと避けて
ナイス、うん、後ろから行け、後ろから、はい、はい、はい、この間も下側では、画面の裏側では、あはいはい、味方が戦ってくれている。あ、でもね、結構動きはゆっくりなんで、うんうんうん、うわーっとか言ってたな。ジャンプジャンプ、まずいぞ、ジャンプで避けなければ。この人も前に進んでくるんだ、やばい。そうですね、危ないぞ、ヨシロが襲われてしまう。ただうまく避けて、ヨシロ、はい、ヨシロに近づくな、守ってあげて。いやいいぞ、あと少しか、ただ残り体力もわずかだが、あっと、え、なに今の、何か大きな攻撃を食らって、ソウが倒れてしまった。分かんなかった。あっと、まだゲームオーバーではない。ソウの霊魂状態、体力が尽きたソウは霊魂となるが、一定時間経つと復活する。なるほど。おっと、この間やってみましょうか。はい、実はですね、ソウの体力が尽きてしまうと、ソウは一定時間霊魂となって、戦闘はできなくなります。ただこの霊魂の状態でも移動や村人への指示は行えますので、はい、村人に指示を出しながら、はい、何とか乗り切ってください。村人にも指示を出しましょう。指示？もう戦うしかないよ。あ、トーが言ってたら復活する。え、これやばい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 。さあ、ここでちょっとね、奥義使ってみたいと思います。奥義、あ、やばい、ツバを使いましょう。ツバ、右のトリガーを引いてみてください。奥義発動。え、すごい、え、号令突撃、うん、すごい、あの微妙なタイミングで来ました突撃が、あの一番取れ高があるタイミングで、あの突撃しろっていう注意取れ高が出てきました。あああ、いっぱい出てくるはい、でですね、こちら、今レジストゲージというものがありまして、この、異国に、のレジストゲージをですね、削り切るとダウンさせることができます。でダウン中の異国に対して与えるダメージが大きく上昇するので、今まさに突撃チャンスとなりますので、はい、はい、突撃してください。さあ、みんなを効果、じゃあみんなみんな突撃にして、そうですね、突撃、あ、防衛、これ突撃、いや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 、みんなを強化した状態でめった切りだい、いや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 、やったか、やったか、どうだ、あれ、なんかまだな気がする。あ、やりました、お見事、あ見事ボス戦クリア、やったー、おめでとうございます。はい、じゃあ早速面を拾っていただきましょうか。あ、そうでしたね、この物語の目的は、はい、面を取り返すことですね。これまた取り返した面を装備できるのかな。面を取り返すとですね、新たな職業が、増えてきますので、職業、村人の職業が、おお、そういうことか。はい、というわけで第1の村、第2の村、そしてボス戦すべてをクリアしてきたわけですが、はい、さあ、改めて国津神プレイしてみて、ショコラさん、いかがだったでしょうか。そうですね、プレイする前は全然そのゲームについての情報あんまり持ってなかったんですけど、うんうんうん、こうプレイしてみて、戦略、はい、戦略をこう状況に応じて変えたりしてこう進めていくっていう、あんまり戦略ゲームをやったことがなかったので、はいはい、すごく新鮮でした。あ、これやんなきゃ、これやんなきゃって、すごい楽しかった。やれることがいっぱいあって、わ、楽しいっていうのは、はい、あっという間に時間が過ぎていく、うん、早くもっと進めたくなりました。そうでしたね、はい、ありがとうございます。今日プレイいただいた以外にもですね、国津神パスオブザゴッテスの体験版には、実はさらなるステージが用意されています。お、今回プレイいただいた範囲よりはさらにアクションも戦略も試される遊び応えのある内容になっていますので、ぜひ挑戦していただきたいですね。まだあるんですか。いや、今でもね、結構ボリュームがありましたけどさらにですね、あの配信中の体験版で、カプコンの人気タイトル狼とのコラボキャンペーンを今実施中です。こちらはですね、ご参加いただいた皆さんで協力してプレゼントミッションに挑戦いただいて、うんうん、見事達成するとこちら発売時に全てのプレイヤーに豪華な報酬が配布されるキャンペーンとなっておりますので、ぜひですね、皆様にご参加いただければと思います。詳細やミッションの内容、進行状況はぜひ国津神の公式サイトから確認してみていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで国津神体験プレイいかがだったでしょうか。
ぜひ皆様も国津神パスオブザゴッテス遊んでみてください。国津神でつながる。ありがとうございました。ありがとうございました。